こないだドイツ車に乗っている友達が日本車はドイツ車には勝てないって豪語していたんだけど、本当にそうなの。ドイツ車に乗っていることを自慢したいだけみたいで嫌な感じだったわ。霊夢の嫌な気持ちはわかるけど、その友達の言う通り、日本車はドイツ車に勝てない部分があるのは確かだな。マリサまでドイツ車の味方をするのね。見損なったわ。あまり感情的になるなよ。何も日本車がドイツ車に完敗しているとは言ってないだろ。ある部分ではドイツ車に勝てなくても、違う部分ではドイツ車に勝っているんだからな。そう言われてみれば、日本車は頑丈でドイツ車は壊れやすい、みたいなことをよく聞くよね。やっぱりそれぞれの得意分野があるってことね。うむ。特に両車の特徴や違いは、エンジン、サスペンション、トランスミッションなど、車の重要なパーツに現れているんだ。他にも、自動車の歴史や国の背景の違いなんかも関係しているんだ。その言い方だと日本車と欧州車は、根本的に違うっていうことかな。このあたりを深掘りしていくと、新しい発見がありそうで面白そうだわ。ねえマリサ、詳しい解説が聞きたくなってきたわ。それじゃあ今回は、日本車とドイツ車を含む欧州車の違いを、メカ、歴史、ブランド力など、いろんな角度から徹底的に解説していくぜ。よろしくお願いします。最初に解説するのはエンジンの違いだ。直四とか V6 とか気筒数の違いってこと？ああ、最近の主流は日本車、欧州車どちらにおいても、直列四気筒を多く採用することなんだ。どうして直四が多いの？後で解説するけど、小排気量エンジンとターボを組み合わせることで排ガス規制をクリアしたり、低燃費を実現できるからだ。じゃあマリサが言うエンジンの違いって、どのエンジンに見られるの？特に直六エンジンだ。例えば BMW やメルセデスの多くには直六モデルの設定があるのに、日本メーカーではマツダ、CX-6T やトヨタ、スープラくらいにしか設定がないんだぜ。日本車で直六エンジンはかなり希少なのね。しかもスープラは BMW のエンジンを使用しているから、純国産エンジンで直六を製造しているのはマツダだけなんだ。さらに CX-6T も直六エンジンを設定しているのは、ディーゼルエンジンの1モデルだけで他のグレードは直四だしな。でも昔は直六を搭載した国産車も多かったよね。1981年に登場し、ハイソカーの元祖として知られるトヨタ、ソアラ、1984年に発売された5代目日産、ローレル、1985年に発売されたトヨタ、マーク2、チェイサー、クレスタの3兄弟、1988年に登場した日産、R32GTR などがあるな。セダンからスポーツカーまで、いろんな車に採用されていたのが懐かしいわ。これらのモデルには直六以外にも直四エンジンが搭載されたモデルもあったし、同じエンジンでも特性を変えて馬力やトルクが異なるグレードを設定するなど、ラインナップが豊富だったんだ。そんなにモデル数が多かったのはどうしてかしら？高所得ユーザー向けのハイエンドモデルから、法人ユーザー向けのスタンダードモデルまでの様々なモデルを用意することで、幅広いユーザーニーズに応え、販売台数を増加させるためだ。幅広いユーザーニーズは昔だけじゃなく、今でも求められているよね。でも同じ車種でラインナップを増やすと、生産時や商品管理時に手間やコストがかかるデメリットもあり、効率化重視の日本メーカーはそっちを優先させているということさ。昔はラインナップを充実させるだけ販売台数が増えていたけど、最近はラインナップを増やしても手間やコストがかかるだけで、販売台数増加に大きな影響はないってことね。でもそれは日本車だけじゃなく、欧州車にも言えることじゃない。ああ。でも欧州メーカーの多くは手間やコストの問題よりも、ユーザーファーストの車作りを重要視しているんだ。その結果、ユーザーが自分の車の使い方からエンジンを選べるようにしており、ラインナップが豊富なんだ。どうしてそういう考え方になるのかしら？その大きな要因の一つは、アウトバーンの存在だ。出ました。制限速度がない、スピード出し放題道路ね。念のため補足しておくと、無制限速度区間はアウトバーンの総延長 13,200km のうちの約 50% で、それ以外は最高速度が時速60から 120km と、細かく設定されているんだぜ。ということは、普段からアウトバーンを使う人と使わない人、アウトバーンを使う人でも無制限速度区間を通るか通らないかによっても、購入するモデルが変わってくるのか。そういうことだ。ただしユーザーファーストはメーカーにとって手間やコストがかかるよな。特に排ガス規制設定をモデルごとに細かく適合させないといけないから、余計に大変だろうな。ヨーロッパの排ガス規制は厳しいことで有名だからね。ちなみにその規制に対応するためにどんな対策をとっているの？小排気量エンジンにターボを組み合わせるダウンサイジングターボが主流で、あるデータでは全体の 80% のモデルに、何らかのターボが搭載されているとのことだな。ダウンサイジングターボって比較的最近の有効だと思ったけど、欧州ではずっと前から主流だったのかしら。これまでは低燃費でトルクが大きいディーゼルターボ車が人気だったんだ。でも段階的に厳しくなる排ガス規制に対応できなくなり、その代替策として2010年以降から徐々にダウンサイジングターボが主流になっていったというわけさ。排気量の小さいエンジンを搭載して燃料消費を抑えながら、ターボで加給することでパワー不足を補うっていうことだったわね。これは日本でも主流なの。確かに大排気量エンジン車は減っているし、ダウンサイジングターボを採用する車も増えているよな。
セダンの王様クラウンにも、ダウンサイジングターボ搭載車が登場するくらいだからな。これも効率化重視の結果ってことか。とはいえ、日本車がターボを搭載している割合は全体の 35% 程度だから、NA エンジンの方が圧倒的に多いんだぜ。欧州と違って無制限速度区間がないから。それは大きいな。加えてターボ車に比べて NA 車は部品点数が少なく、製造コストが比較的低く抑えられるし、燃費性能でも勝っているから経済性を重視する日本にぴったりなのさ。あ、エンジンで思い出したけど、冒頭で言っていた友達が欧州車のほとんどが廃屋しようって言ったわ。ガソリン代が高いこのご時世に廃屋はきついって言ってたけど、欧州車はなぜ廃屋仕様になっているの？それはガソリンの億単価という数値が日本のレギュラーガソリンでは足りないからだ。また億単価は国によって若干異なるため、欧州車は日本に輸入された時に廃屋指定になるのさ。基本中の基本かもしれないけど、億単価ってなんだっけ？億単価とはガソリンの自然着火のしにくさを示す数字で、この数値が高ければ高いほど自然着火しにくい。つまりノッキングしにくいからエンジン内で正しい燃焼現象が起きるということだな。欧州車は欧州の億単価の基準に合わせてエンジンが作られていて、日本の億単価とは数値が違うから廃屋仕様になるってことか。実際のところ、どれくらい数値が違うの？日本ではレギュラーガソリンの億単価は89以上、廃屋は96以上と決められているんだ。一方の欧州では3種類のガソリンが販売されていて、億単価は91、95、98となっており、レギュラーガソリンは億単価95のミドルクラスを指すんだ。そういうことか。欧州の自動車メーカーは億単価95を基準にエンジン開発を行っていて、日本のレギュラーよりも高い数値となる。だから日本ではレギュラーではなく廃屋が適切ってことね。また廃屋はノッキングに強いためエンジンの熱効率を高めることができ、燃費が向上するんだ。加えて欧州で主流のダウンサイジングターボと相性が良く、エンジンを廃屋仕様にセッティングすることで 10% 以上の燃費向上が期待できるんだぜ。燃費向上といえばハイブリッド車を除くわけにはいかないよね。環境にも優しいわけだし。だからダウンサイジングターボ車よりもハイブリッド車が人気なの。いやむしろ EV が人気なのかな。あるデータによると、2017年から2023年までの6年間の、欧州での新車販売に占める EV の増加率は 13.1 ポイントだったのに対し、ハイブリッド車は 30.7 ポイントも上昇し、全体の比率は 33.5% になっているから、ハイブリッド車の人気は高いんだぜ。参考までにガソリン車やディーゼル車の比率はどうなの？ガソリン車は 48.9%、ディーゼル車は 13.6% となり、一昔前までのディーゼル車人気はすっかりなくなってしまったようだな。ガソリン車の普及率にはかなわないけど、ハイブリッド車もだいぶ普及しているのね。少し話を戻すと、欧州で人気のあるハイブリッド車は日本と同じシステムが搭載されているの。答えから言うと、欧州で主流なのはマイルドハイブリッドと呼ばれるもので、日本で主流のストロングハイブリッドとは違うものなんだ。エンジンだけでなくハイブリッドシステムまで違うのね。でもこの二つの違いがよくわからないわ。ざっくり説明すると、マイルドハイブリッドは比較的小さなモーター、発電機とバッテリーを組み合わせ、発進時や加速時にエンジンの駆動力をアシストするシステムなんだ。モーターにより若干のアシストはあるけど、エンジンでの走行がメインになるのね。でも燃費向上性能は低いんでしょ。ガソリン車より 15% 程度の燃費向上効果があると言われているな。しかも簡易タイプであればガソリン車の販売価格20万円程度上乗せするだけで購入できる特徴もあるんだ。低コストで燃費向上効果が確実に得られるなら、マイルドハイブリッド搭載車を購入する人が多そうだわ。一方のストロングハイブリッドはどういうシステムかな？比較的大きなモーター、発電機とバッテリーを組み合わせ、ある程度のモーター走行が可能で、ガソリン車より 30% 程度の燃費向上効果があると言われているぞ。燃費向上だけを考えるなら欧州でもストロングハイブリッドの方が人気になってもおかしくないのに、マイルドハイブリッドの方が人気なのはどうしてなの？いい質問だな。欧州では燃費規制により、すべての車で平均燃費を上げることが求められているんだ。だから車両価格の上昇を抑えながらも、燃料を節約できるマイルドハイブリッドが積極的に採用されているのさ。平均燃費を手っ取り早く上げるなら、ストロングハイブリッドがいいけど、車両価格が上がってユーザーが購入しにくくなる。でもマイルドハイブリッドだと平均燃費を上げられるし、販売価格も抑えられるからバランスが取れるのね。そしてマイルドハイブリッドは 48V ハイブリッドとも呼ばれており、ストロングハイブリッドに比べて扱いやすいという特徴もあるんだ。なんだか専門的な話になりそうだけど、ハイブリッドシステムの違いを理解することが、日本車と欧州車の違いにもつながるだろうから、頑張ってついていくわ。まずはどうして 48V なのかということだ。霊夢は車に搭載されているバッテリーが何ボルトか知っているか。私の記憶だと 12V じゃなかった。そうだな。この電圧を使ってモーターを作動させるんだけど、12V よりも 48V まで上げた方が、よりモーターを力強く動かせるし、エンジンを補ってエネルギー効率を高め、燃費向上効果を得ることができるよな。単純に考えて4倍の電圧になるからってことね。でもどうして 48V なの？
48V という電圧は欧州の高電圧規制に引っかからない値に設定されていて、安全装置が不要になるほか、システム全体の構成を簡素化できるからコストダウンが可能なのさ。参考までにストロングハイブリッドの電圧はどれくらいかしら？ 200V 以上だ。そしてこの高電圧システムを保護するためには様々な安全装備が必要だし、高電圧の駆動用バッテリーは高価であることから、コスト高につながるんだ。繰り返しになるかもしれないけど、低コストで、ある程度の燃費向上効果を手に入れるか、高コストだけど優れた燃費向上効果を手に入れるかを選ばないといけないのね。ちなみにマイルドハイブリッドとストロングハイブリッドの分類に明確な定義はないものの、通常は特別な高電圧対応が必要な 60V よりも駆動電圧が低いものをマイルド、それ以上をストロングとして扱うようだな。だんだんと 48V ハイブリッドのことが分かってきたわ。だからもう一つ疑問が湧いたのよ。どうして欧州のメーカーは最初からストロングハイブリッドの開発をせずに、マイルドハイブリッドを開発したのかしら？確かにどちらもハイブリッドシステムであることに変わりはないけど、ストロングハイブリッドの方が開発費が高くなり、技術力も求められるからなんだ。欧州の技術力は日本以下ってこと？そういうことではないぞ。技術力というよりも欧州の排ガス規制の背景が関係していると言った方が正しいかもな。もう少し詳しく教えてよ。さっきも触れたように欧州メーカーは2000年頃、当時のシェア率が高く燃費に優れたディーゼル車で CO2 規制に対応することにしたんだ。この話題になれば VW の排ガス不正問題が登場するよね。ああ、その結果、ディーゼル車に対する信用が一気に失われ、ディーゼル車に代わって排ガス規制をクリアできるシステムが早急に必要となったのさ。EV 車とかプラグインハイブリッド車もあったと思うけど、そっちに力を入れようとは思わなかったのかな。それらの車は数が限られていたから、ディーゼル車の代わりにできなかったんだ。だから打開策として、システムが簡素で開発費が抑えられるマイルドハイブリッドシステムに行き着いたのさ。そういう事情があったのね。また欧州メーカーが 48V ハイブリッドを進める背景には、48V 電源の規格化の推進も関係しているんだ。12V で駆動する部品を 48V 駆動に変更するってこと？ああ、その部品とは電動パワステ、電動ブレーキ、電子サスペンションなどで、これらを 48V にすれば、駆動電流を小さくできて高効率化が可能になるのさ。だから欧州の部品メーカーは積極的に駆動電圧の 48V 化を進めているんだぜ。欧州で 48V ハイブリッドが主流になっている理由は分かったけど、日本での導入が広がらないのはどうしてなの？すでにストロングハイブリッドが普及していることに加え、さらに改良していく技術力を持っているからさ。でも欧州を主戦場としているマツダやトヨタ、スズキの一部車両には 48V ハイブリッドが採用されているぜ。日本車と欧州車のエンジンやハイブリッドシステムに、どんな違いがあるのかがよく分かったわ。次に紹介するのはトランスミッションの違いだ。え？トランスミッションって AT、MT、CVT くらいしかないと思うけど、何がどう違うの？日本車はほとんどの車で CVT が採用されているけど、欧州車は MT が最も多く、その次が AT、そして CVT を採用する車はほとんどないんだぜ。どうしてそんな違いが生まれるわけ？さっきも出てきたように、普段走る道が違うからだ。アウトバーンを走るかどうかってことね。ここでは日本と欧州の道路事情の違いを含めながら解説を進めていくぜ。その違いがトランスミッションの違い、そしてすでに紹介したエンジンが違う理由と大きく関係しているからな。ここでも深い解説が聞けそうじゃない。それじゃあまずは日本車で CVT が多く採用されている理由について教えてよ。CVT 最大のメリットは、小排気量車のように非力な車の走行性能と燃費を両立させられることだ。これは変速幅が広く緻密なエンジン回転制御が可能だからこそ達成できるものだな。CVT は変速ショックが少なく、いつも適切なエンジン回転数が維持されるから、燃費がいいってよく聞くもんね。参考までに AT の場合、ギア段ごとにエンジン回転数と車両速度の比率が決まっているから、変速時にショックがあったり、エンジン回転数にばらつきがあって燃費が悪くなりがちだな。この他にもどんな特徴があるの？もう一つの特徴は、レシオカバレッジを AT 並みに備えているということだ。48V ハイブリッドに続き、またもや聞き慣れないワードが出てきたわ。それでレシオカバレッジって何？トランスミッションの変速比幅とも呼ばれ、最も低速のギア比を最も高速のギア比で割って求める値なんだ。この値が大きいほど、エンジンが低回転のままで走ることができるということだ。つまり燃費が良く、静粛性に優れているってことね。CVT の場合、少し前まではこの値が 5.5 から6程度だったけど、技術の進歩により7から8程度まで上がってきているんだ。もう少し具体例が欲しいところだわ。例えば AT の場合この数値は、4速 AT で4程度、6速 AT で6程度、8速 AT では8程度という具合に、ギア段数と同じ程度の数値が一般的なんだ。だから CVT の数値が 6.4 から 8.0 へ上昇した場合、6速 AT が8速 AT に進化したのと同じレベルってことさ。ということは CVT のレベルがようやく AT に追いついたってことじゃない。いや、その逆なんだ。というのも多段 AT を採用すると車重が増えるだけでなく、コストもかなり跳ね上がるんだ。
でも AT よりコンパクトで安価な CVT で多段 AT と同じ性能になるんだから、お得感が半端ないんだぜ。日本車のほとんどに CVT が採用されるのも納得だわ。これらの特徴に加え、CVT が本領発揮するのは、日本の市街地のようにストップ&ゴーが多くなる場所なんだ。さっき霊夢も言っていたように、効率の良いエンジン回転領域を維持しながら走ることができ、燃費の悪化を抑えられるからな。市街地でも CVT のおかげでキビキビ走れるしね。こんなに素晴らしいトランスミッションなのに、どうして欧州車には採用されないのかが不思議でたまらないわ。それじゃあここからは欧州車に MT や AT の割合が高い理由について解説していくぜ。結論から言うと答えは2つで、完成の違いと道路事情の違いだ。完成の違いっていうのはどういうこと？日本人は変速時にスムーズさ、静粛性、振動の少なさなどを求める一方、欧州の人たちは車の加速感や変速ショックを楽しむといった。古典的な車の走行フィーリングに安心感を得るユーザーが多いんだ。確かに日本人の中にも、CVT のフィーリングに違和感を覚える人はいるよね。うむ。例えばエンジン回転数やエンジン音と、車速が一致しないという違和感を感じる人は一定数いるようだな。そのため CVT に、あえて固定ポイントを設けて丸速 CVT といったシステムを作っているメーカーもあるんだぜ。それとは逆に MT なら自分の好きな時にギアチェンジできるし、変速ショックも感じられるから車を操っている感はすごく出るよね。また欧州で CVT よりも MT が普及している理由には、道路事情の違いも影響しているんだったな。日本の市街地とは違い、アウトバーンメインの欧州ではストップ&ゴーよりも、一定の速度で走り続けることの方が多いから、MT でもギアチェンジの頻度はだいぶ低いもんね。そういうことだ。AT や CVT だと変速による反応遅れやノイズが少なからず発生するよな。それなら MT でギアを固定したまま運転していた方が楽で、ストレスを感じないと考える人たちが多いようだな。MT が普及していることは分かったけど、CVT じゃなくて AT が人気なのはどうしてかしら。AT の特性、中でも DCT の特性は MT に似ているからさ。DCT は2つの MT を組み合わせたようなもので、6速 DCT なら奇数段の1速、3速、5速を担当する変速機構と、偶数段の2速、4速、6速を担当する変速機構があり、ダイレクトな加速を味わえるんだ。スムーズさはどうなの？片方の変速機構のクラッチを切りながら、もう片方の変速機構のクラッチを繋いだままにできるから加速中にトルクが途切れないんだ。そのためスムーズに加速し、エンジンの回転数や音と加速感が合致し、気持ちよく運転できるぜ。DCT の特性は、完成を大事にする欧州の人たちにぴったりなトランスミッションってことね。さらにアウトバーンでは、高速走行への対応や車速を落としても素早く元の車速に復帰できるような瞬発力が求められるんだけど、それを実現するために小排気量ターボと DCT を組み合わせる場合が多いんだ。ここまでの話をまとめると、日本車はストップ&ゴーを繰り返し、変速時のスムーズさや低燃費を求める人が多いから CVT が普及している。一方の欧州は高速巡航が多く、車を運転しているフィーリングが欲しいから MT や DCT が普及しているってことか。上手にまとめたな。このような背景から VW グループは MT をベースとする DCT を多く採用しているし、BMW やメルセデスもパワートレインが横置きレイアウトなら AT。縦置きなら DCT を採用するという具合に、車の特性に合わせてトランスミッションを変更しているんだぜ。しかも AT や DCT だけじゃなく MT を選択できる車種も多いんだよね。ほぼ AT 一択の日本車とは大違いだわ。次に紹介するのはサスペンションの違いだ。と言ってもここで言う違いとは、日本車と欧州車各メーカーで、前後のサスペンションをどんな組み合わせにしているかの違いだ。また全体の傾向を解説しているだけで、必ずしもここで紹介した組み合わせになっていないケースもあることを承知してくれ。それはわかってるから大丈夫よ。でもサスペンションって言ってもいくつかの形式があったよね。まずは簡単に各形式の特徴をおさらいしておきたいわ。サスペンションは大きく分類すると、独立喧嘩式と車軸喧嘩式に分けられるんだ。独立喧嘩式とは左右の車軸が独立して上下する構造で、路面の凸凹に対する追従性が高いのが特徴なんだ。路面状況に合わせてサスペンションが独立して動くからボディ全体の傾きを抑えられるし、乗員も安定した状態を保てるのね。対する車軸喧嘩式は、左右輪を一本の車軸で繋いでいるのが特徴なんだ。路面追従性は独立喧嘩式に勝てなさそうだけど、頑丈そうだし、コストも抑えられそうな感じね。ここからはもう少し、各サスペンションの特徴を深掘りしていくぜ。というのも独立喧嘩式の中にも、ストラット、ダブルウィッシュボーン、マルチリンクなどの種類があり、車軸喧嘩式にもリジット、トーションビームなどがあるからな。それぞれの仕組みや構造もじっくり聞きたいところだけど、それだと整理しにくいから各サスペンションの概要や特徴を簡単に教えてくれると助かるわ。ストラットは横向きエンジン車のフロントサスペンションに採用されることが多いんだ。なぜなら構造がシンプルで部品点数が少ないため、エンジンルームのスペースを広く取りやすいからさ。部品点数が少ないから低コストで独立喧嘩にできるのも特徴と言えそうね。その代わり、操舵感を調節するレイアウトや、キャンバー角のチューニング自由度は低くなるな。
安い分自由が利かないってことか。それが嫌な人はダブルウィッシュボーンとかマルチリンクを選ぶのね。ああ、特にダブルウィッシュボーンは F1 などのレーシングカーやハイパフォーマンスカーが好んで採用しているんだ。理由としては細かいセッティングができることや、剛性が高いことなどがあるな。マルチリンクはどうなの？ダブルウィッシュボーンの変形とも言えるサスペンションで、アームの代わりに複数のリンク棒を使ってサスペンションを支えているから、後部座席やトランクの使い勝手をできる限り損なわないようにできるんだ。この二つは構造が違うだけで、働き的には同じってことね。次は車軸喧嘩式をお願いします。トーションビームは左右のアームをビーム材で繋いだ形状で、FF 車のリアサスペンションに多く使われているんだ。また構造が簡単、軽量でコストが安く、車内空間や荷室スペースを広く取れる特徴があるな。リジットっていうのは、昔の馬車や荷車でも用いられていた歴史のあるサスペンション方式で、左右のタイヤが一本の車軸で繋がっている、シンプルで頑丈な構造なんだ。そのためアクロ走破性に優れており、オフロード 4WD に採用されることが多いぜ。簡単に各サスペンションの特徴を教えてもらったけど、日本車と欧州車各メーカーで、どんな違いがあるの？まず共通点として、軽く、安く、スペース効率を良くすることが求められる B セグメント以下のモデルでは、フロントがストラット、リアがトーションビームのシンプルな組み合わせが主流なんだ。どんな車が B セグメントに属するの？日本車だとトヨタ、アクア、日産、ノート、ホンダ、フィットなど、欧州車だと VW、ポロ、シトロエン、C3 などだ。俗に言うコンパクトカーね。また C セグメント、例えばトヨタ、カローラ、マツダ、マツダ3、VW、ゴルフ、BMW、1シリーズなどでは、フロントがストラット、リアがトーションビームかマルチリンクで使い分けることもあるな。なるほどね。最後にトヨタ、クラウン、レクサス、ES、BMW、5シリーズ、メルセデス、E クラスなどの E セグメントでは、設計自由度の高いマルチリンクやダブルウィッシュボーンを採用するのが主流だな。E セグメントは各メーカーの顔とも言える高級モデルだから、走行性能や操舵性が求められることを考えると、サスペンションにもコストをかけないといけないもんね。共通事項の次は各メーカーに見られる違いで、最初は欧州車からだ。メルセデスでは前後マルチリンクを多くのモデルで採用しており、BMW は1、2シリーズなどの C セグメントの全リンク同車でも、リアサスペンションは全てマルチリンクなんだ。やっぱり BMW やメルセデスはサスペンションにもこだわっているのか。アウディはダブルウィッシュボーンとマルチリンクをモデルによって使い分けているんだ。ただし VW と共通のプラットフォームを使っているエンジン横置きモデルでは、ストラット、トーションビームの組み合わせもあるな。欧州車はアウトバーンを走る前提で車が作られているから、サスペンションにもしっかりお金をかけ、安定感ある足回りに仕上げている感じなのね。でも日本車だとそうはいかないよね。ああ、日本車はコンパクトカーが多いから、フロントにストラット、リアにトーションビームを採用するパターンが多いな。そして車が大きくなるにつれてダブルウィッシュボーンやマルチリンクの採用が多くなるんだ。まあ当然だよね。例えばレクサスの場合、ダブルウィッシュボーンとマルチリンクの比率が圧倒的に多いし、トヨタと日産も C セグメント以上だと同じような傾向になるな。一方でマツダは C セグメントのリアサスをマルチリンクからトーションビーム式に移行し、業界から注目を浴びているぜ。他のメーカーはどうなの？スバルはフロントがストラット、リアがダブルウィッシュボーン、三菱はフロントがストラット、リアがマルチリンク、ダイハツとスズキは軽自動車やコンパクトカーが多いこともあり、フロントがストラット、リアはトーションビームが多いんだ。全体的な感想だけど、欧州車は各メーカーで個性や味付けをしっかり出している感があるけど、日本車は右に習い的な感じで、オリジナリティをあまり感じないわね。これはサスペンションだけでなく、エンジンやトランスミッションの違いにも明確に現れているよな。でもその根本になるのは道が違うからなんだ。だからここからは道の違いが、車作りにどんな影響を与えているのかを突っ込んでいくぞ。具体的にどんなことを解説してくれるわけ？乗り味、ボディの構造、デザインの3つだ。ここまでの解説をさらに補足してくれるって感じね。面白そうな内容じゃない。それじゃあまずは乗り味からお願いします。これまでも触れてきたように、欧州車はアウトバーンを安心して走れるように、ハンドリングが正確で手応えがあり、四輪がしっかり路面を捉えていて、速度を上げても不安を感じないような味付けがされているんだ。でもそれなら日本車だって頑張っているじゃない。ああ、しかし実際に欧州車と日本車を高速道路で乗り比べてみると、乗り味が全然違うことに気づくんだ。ざっくり言うと日本車は時速120キロまでが強く、欧州車は時速120キロ以上が強いということだ。高速走行時の車のどっしり感や直進安定性、操縦安定性に違いが現れるってことか。そして日常の速度域の差が、車の性能や乗り味に現れているのね。ただしこれは日本と欧州だから違うというわけではないんだぜ。というのもアウトバーンで時速200キロ超えを許しているのはドイツくらいで、イタリアやフランスなどの西ヨーロッパの多くの国は、最高速度が時速130キロに制限されているからな。欧州でも国によって日常の速度域が違うから、その国に合ったセッティングがされているとは思うけど、国ごとにコロコロ変えてもいられないだろうから。
ドイツの基準に合わせておけば間違いなさそうね。そういうこともあり、欧州車のサスペンションは固めに設定されているんだ。これにより路面状況をダイレクトにサスペンションが広い、路面に吸い付くような乗り味になるんだぜ。一方の日本車は柔らかめに設定されていることが多いんでしょ。ストップ&ゴーや渋滞が基本だし、走行時も静寂性だの段差による衝撃のストレスを感じない乗り心地だの、快適性を求める人は多いからな。これに加えてボディの構造やデザインも違うんだぜ。ここからはボディ構造の違いを教えてくれるのね。構造が違うとはいえ、基本的には日本車、欧州車どちらもモノコック構造で作られているんだ。これはフレームと呼ばれる骨組みにボディを乗せるのではなく、ボディを一体構造にすることで、車重を軽く、剛性を保てる構造だな。それじゃあ何が違うのよ。モノコックボディにはフレームに相当する骨組み部分があって、多くの場合、鉄板やアルミ板などを合わせて作るんだけど、このパネルが違うんだ。というと、フレームのパネルは、アウターパネルとインナーパネルに分かれていて、日本車はこの2つのパネルを合わせるだけなんだ。でも欧州車はアウターパネルとインナーパネルの間にもう1枚パネルを入れたり、パネルを合わせてできる空間に発泡ウレタンなどの補強材を仕込んで、剛性を上げているんだぜ。どれくらいの違いが出るのかな？わかりやすく缶コーヒーで例えると、空き缶が日本車、まだ開けてない缶が欧州車というイメージだな。全然違うじゃない。これだけじゃないんだ。ボディ強度も日本車より欧州車の方が高いんだぜ。ちなみに剛性は、変形のしにくさ、強度は強さの度合いを示したものだ。興味深いわね。強度を上げるために欧州車はどんなことをしているの？分厚い鉄板を使っているのはもちろんだけど、強度の高いパネルを使うことで、剛性、強度の両方を底上げしているのさ。日本車とは素材が違うってことか。またパネルを固定する方法にスポット溶接という溶接方法があるんだけど、欧州車の方がスポット溶接の数が多いんだ。もちろん日本車でもスポット溶接の数が多い車もあるけど、最近の車では接着剤で貼っているだけってこともあるようだぜ。接着剤と溶接って明らかに強度が変わるじゃない。やっぱり欧州車がそこまでこだわるのはアウトバーンを走るからなのね。ああ、最高速度もそうだけど、年間走行距離も全然違うからな。欧州の場合、年間平均走行距離は4、5万キロ、日本は1、2万キロだから、必然的に高剛性、高強度の車が求められるのさ。これだけボディ構造に差があると、車をデザインするときにも影響がありそうじゃない。そうなんだ。それが顕著なのは、車をサイドから見た際の窓下場部分で、ベルトラインとかショルダーラインと呼ばれる部分や、各ピラーの太さだ。欧州車はでかくてごついっていうイメージがあるのはその影響なのね。うむ。幅の狭い道路が多い日本で、でかくてごつい車を作ると、見た目では有利になるけど、走りにくさが際立つからな。あと日本は、ボディサイズギリギリまで室内を広くするっていう風潮があって、デザインよりも室内空間の広さや使い勝手の良さが優先されているから、デザインにこだわるのも難しいよね。そんな日本車も、1980年代あたりのハイソカーブーム時代にはグレードによってデザインを変えていたんだぜ。例えばどんな感じかしら。クラウンやマーク2などの上級グレードは、スーパーホワイトのボディカラーに大型のウレタンバンパー、フォグランプも内蔵したハロゲンライトを装備した豪華仕様だったけど、スタンダードモデルではビジネス車用のホワイトに、小さなバンパーやライトを組み合わせた貧相なイメージのデザインだったんだ。グレードごとにメリハリがあって面白いとも言えるわね。また1960から70年代のスカイラインでは、4気筒車と6気筒車でエンジンの長さに応じてボディのフロント部を、ロングノーズとショートノーズで作り分けるなどの、こだわりもあったんだぜ。それがいつしか右に習えの似たようなデザインになり、他車種とプラットフォームや部品を共通化し、面白みが消えていったよね。この対策はコストカットしながら全体の品質を上げるのに役立っているけど、霊夢の言う通り面白みはだいぶなくなったよな。でもそれはメーカーだけの問題じゃないんだぞ。消費者側にも問題があるってこと？ああ、使い勝手の良い小型な車を作れと言わんばかりの圧力をメーカーにかけたり、小型車は安くないといけないという要望がメーカーに伝わり、ユーザーの声に応えるために、安くて実用性の高いコンパクトカーを量産するようになっているからな。ここまででエンジン、サスペンション、トランスミッションの違いなどのメカ的な違いや、道路事情による違いから、日本車と欧州車には大きな違いがあることが知れて面白かったわ。ここからは少し視点を変えて、自動車の歴史や文化の違いについて解説していくぜ。その違いがブランド力という圧倒的な違いを生んでいるのも事実だからな。これまた興味深そうな内容じゃない。でもブランド力の違いってどういうこと？日本メーカーは世界で大活躍しているから、認知度は相当高いと思うけどな。その通りだ。2023年の世界の自動車シェア率をブランド別で見ると、第1位はトヨタの 10.7%、第2位は VW の 6%、第3位はホンダの 4.6% だからな。それじゃあ各ブランドの認知度の違いではなさそうね。ここで言うブランドとは、プレミアムブランドの有無、もう少し踏み込むとスーパーカーを扱っているブランド数の違いだ。ちなみに霊夢は欧州のプレミアムブランドと聞いて思い浮かぶものはあるか？もちろんよ。ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニでしょ。
この他にもベントレイ、ブガッティ、ルーフなど、スーパーカーやハイパフォーマンスカーを専売しているブランドはいくつもあるよな。一方で、日本のプレミアムブランドは、と聞かれるとなんて答える。多分レクサス、インフィニティ、アキュラとかが当てはまると思うけど、スーパーカーをメインで作っているブランドではないよね。しかもハイパフォーマンスカーで思いつくのも、LFA、GTR、NSX くらいしかないわ。うむ。ここに日本車と欧州車の違いがはっきり現れているよな。どうして欧州にはプレミアムブランドがたくさんあって、日本にはないのかしら。その理由の一つは、欧州には王国という政治形態が多いからだ。例えばイギリス、ベルギー、オランダ、スペイン、スウェーデン、デンマークなどだ。これらの王国には王室、貴族、富豪が多く、馬車に代わる乗り物として自動車が作られるようになったんだ。欧州は自動車発祥の地として有名だけど、その始まりはお金持ち相手に車を作ったことだったのね。またそういうお金持ちは新しいもの好きであり、自動車というこれまで存在しなかった乗り物にめちゃくちゃ興味をそそられたんだ。だからある人が自動車を手に入れてそれを見せびらかすと、他の人も負けじと注文するといった感じで、徐々に広まっていったのさ。上流階級は、車の値段よりも所有することに喜びを感じただろうから、どれだけ高くても買ったんでしょうね。こういう下地があるから超高級ブランドが多く誕生するようになったのね。この他にも欧州には、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクといった広告もあるよな。そういう王族一族の個人資産は、4,000億円とも言われており、使い切れないだけの資産があるのさ。羨ましい限りだわ。また上流貴族が多くいること以外にも、欧州でプレミアムブランドが存在している理由として、スピードへの憧れもあり、この思いはレースで競い合うことに向けられていったんだ。そんな昔からレースって開催されていたの？今から100年以上前の1907年には、世界初の常設サーキットであるブルックランズがイギリスに作られたんだ。また1923年にフランスでル・マン24時間レースが始まり、各自動車メーカーが国家の名誉をかけて競争を繰り広げる場となっていったんだぜ。レースで勝つためには速い車を作らないといけず、各メーカーが切磋琢磨した結果、プレミアムブランドだけでなく、スーパーカーブランドも存在するようになったのね。一方で、日本の自動車産業の出発点を振り返ると、プレミアムブランドが誕生するわけもないんだ。日本には富裕層が少なかったとか。そんなことはないぞ。富裕層はいたものの彼らが乗りたいと思う車、あるいはふさわしい車がなかったのさ。その理由を知るには歴史を知ることが必要そうだわ。日本で初の量産乗用車は1918年に完成し、1921年までに22台生産された三菱自動車の三菱 A 型なんだ。またトヨタ初の量産車であり1400台生産されたトヨタ AA 型が登場したのは1936年のことだな。そのトヨタ AA 型のターゲットは富裕層じゃなかったの？当時の日本は、自家用車の普及や舗装道路の整備状況が芳しくなかったことから、乗用車の最大のユーザー層は、個人ではなくタクシーやハイヤー業者だったんだ。タクシーやハイヤー相手の車を富裕層が買うとは思えないもんね。それじゃあ富裕層はどんな車に乗っていたの？欧州車だ。参考までに明治時代までは、天皇が乗る御用車に馬車が使われていたけど、1912年の大正天皇即位時にはイギリスから輸入されたデイムラー車のランドレイが採用されたんだ。これは御用車に初めて自動車が採用された事例なんだぜ。その後も御用車には欧州車が採用されていったのかな？1921年にはロールス、ロイスのシルバーゴースト、1932年にはメルセデス、ベンツ770グローサー、1951年からはキャデラック75リムジンが採用されたんだ。見事に欧州車ばかりね。それじゃあ日本車が採用されたのはいつのことかしら？1967年に日産、プリンスロイヤルが初めて採用されたんだ。ちなみに宮内庁から御用車を国産車にしたい旨の要望が出され、その要望に応えたのがプリンス自動車というわけだ。参考までにどんな特徴があったの？ボディサイズは全長6155ミリ、全幅2100ミリ、全高1770ミリ、ホイールベース3880ミリの巨大ボディのリムジンで、車重は3200キロだ。またインテリアは、運転席と後部客席の間にガラス製のパーテンションが備えられ、室内はほぼ手作りで可能な限りの最高級品質を追い求めたようだな。話を日本の歴史に戻すと、トヨタ AA 型が登場してから、どんな風に進展していったのかな？日本独自の発展といえば軽自動車のジャンルがあるな。軽乗用車の規格が定められたのは1949年で大衆の手の届く商品として優遇措置が取られ、1955年には通産省が国民車構想を発表し、自動車を広く普及させようとしたんだ。この時点で日本車のターゲットは富裕層ではなく一般人、それも大衆向けであることは明らかね。そんな日本車だけど、世界から注目される出来事が起きたんだ。それが1973年に起きたオイルショックだ。これによりガソリン価格が急騰し、低燃費な車が必要となったのさ。そこで注目を浴びたのが日本車というわけね。ああ、特に1972年にホンダが市販化した CVCC エンジンがな。
また1970年にアメリカで排気ガス規制法が施行され、この規制をクリアできる車を作れずに困っていたのを助けたのも CVCC なんだ。こうやって日本の自動車メーカーは、低燃費、低価格、耐久性の優れたブランドというイメージを確立していったのね。またプレミアムブランドが多い欧州車、大衆車ブランドが多い日本車っていうイメージも出来上がってしまったのか。自動車のイメージということでいくと、冒頭で霊夢が言っていたように、日本車は故障が少なく欧州車はよく故障するっていう話があるよな。そうそう。欧州車は頑丈さが売りのはずなのに、よく故障するのはどうしてかなって思っていたのよ。それじゃあここからは日本車と欧州車の故障発生率の違いについても深掘りしていくぜ。故障発生率の違いを示しているデータでもあるの。アメリカの市場調査会社である JD パワーが、自動車の信頼性ランキングを発表しているんだ。このランキングは実際のユーザーが報告した情報を元に作成されているから信頼性は高いぞ。どんなデータを元に作られたランキングかな？30万人以上のユーザーと、2000年から2022年モデルの車が対象になっていて、過去12ヶ月以内に報告されたトラブル。例えばエンジン、トランスミッション、車載電子機器など17のトラブルがどれくらい起きたかというものだ。当然トラブル件数が少ない車が壊れにくい車ってことになるよね。それでどんな結果になったの？ランキングトップを獲得したのはレクサスで、その他の日本勢も三菱が6位、トヨタが7位、日産が10位、ホンダが19位という結果だったんだ。トップ5はどのメーカーだったのかな？2位はジェネシス、3位はキア、4位はビューイック、5位はシボレーだ。ちなみに欧州車メーカーはというと、BMW が15位、ポルシェが21位、ボルボが24位、VW が25位、メルセデスが27位となったんだ。報告のメーカーがトップ5に入っているのには驚きだけど、全体的に見ると日本車は欧州車よりも上位にいるわね。でもどうしてかな？理由の一つは、部品点数の違いだ。一般的に欧州車は日本車と比べて部品点数が多く複雑だから故障する確率が上がるよな。もう一つの理由は、日本車には徹底管理された品質の高い部品が多く採用されているからだ。欧州車の部品点数が多いのは納得だけど、品質の高い部品っていうのはどういうこと？2021年の世界の自動車部品メーカートップ100というデータによると、35社の日本企業が世界の各メーカーに部品を供給しているんだ。例えばボッシュが 6.56% で第1位、第2位はデンソーで 6.15%、5位はアイシンで 3.86% となっているからな。そんなにたくさんの日本企業が部品を供給していたなんて知らなかったわ。ちなみに他の企業にはどんなところがあるの？住友電工、矢崎総業、日立アステモ、トヨタ紡織、パナソニック、トヨタ合成、コイト製作所などだ。どの企業も一度は聞いたことがあるわ。そして日本車の多くにこれらの企業の部品が使われているから、品質や耐久性が高く、結果として故障発生率が低い車になるのね。日本車と欧州車の故障発生率の違いが生じる3つ目の理由は、日本の気候の影響だ。ちなみに霊夢は、夏の首都高の環境が海外で何と言われているか知っているか。そんな話は今初めて聞いたわ。夏の首都高が何か悪さをしているの？あまりの暑さに、サハラ砂漠より過酷だと言われているんだ。確かに真夏だと最高気温が40度を超える時もあるけど、サハラ砂漠よりは涼しいんじゃないの？いやいや、夏場の首都高の渋滞は冷却系にめちゃくちゃ厳しい環境なんだ。ノロノロと走るから走行風による冷却は期待できない上、エアコンをフル稼働させているから、車にかなりの負担を与えているんだぜ。確かにそうね。水温や油温もどんどん上がっていきそうだしね。その証拠に海外の新型車はカモフラージュ塗装を施して、首都高に試験走行しに来るくらいなんだ。こうすることでリアルな性能をデータとして集められるし、冷却系に弱点がないかの洗い出しもできるからな。暑さも特徴だけど、湿度も相当高いんじゃない？ああ、欧州に比べると高温多湿だな。そして湿気に弱いのが電子回路だ。だからドイツでは何の問題が起きなくても、日本に来たら電子回路に異常が出るっていう事案はよくあることなんだぜ。日本車は日本の気候を前提に作られているから、電子回路周りの湿度対策がされていても、欧州ではそこまでの対策がされてないとなれば、当然欧州車の故障は多くなるわね。そういうことだ。ちなみに車内に使用される接着剤にも違いがあり、天井の剥がれや垂れは日本での欧州車によく見られる問題の一つなんだな。欧州車は故障しやすいと言われる理由がよくわかったわ。最後に取り上げる違いは、古い車への対応の違いだ。ナイスよマリサ。私も古い車に対する日本の扱いは許せないと思っていたのよ。長く大切に乗っているのにどうして税金を高く払わないといけないのよ。同感だぜ。今の重課税制度に納得していない人は多いと思うぜ。初年度登録からガソリン車で13年、ディーゼル車で11年を超えると、自動車税が 15% もアップするんだからな。この制度は、国が古い車はとっとと廃車にして、新しい車を買いなさいって言っている風にしか聞こえないんだよね。ああ。さらにエコカー減税対象車ではない自動車が、初年度登録から13年以上または18年以上経過すると重量税も増税されるからな。
それに伴う弊害として、古い車の部品が生産終了になり、手に入りにくくなることもあるんだ。古い車に乗りたくても部品がなければ、乗り続けられないもんね。それで欧州はどんな感じなの？ここではドイツの例を挙げるぜ。ドイツでは一般的に、初年度登録から30年が経過した車はクラシックカーと呼ばれるようになり、ナンバープレートの右側にヒストリッシュを意味する H が記されるんだ。特別感が一気に出るわね。でも何かメリットがあるの？税負担の軽減などの恩恵が受けられるんだ。クラシックカーの文化を維持する取り組みが、国で行われているのは素晴らしいことじゃない。参考までに H ナンバーを取得するには、生産されてから30年以上経過している、オリジナルの状態が保たれている。走行に支障をきたす欠陥がないと判定された状態という条件があり、これをクリアした車のみに与えられるんだぜ。H ナンバーはどれくらい取得されているのかしら？連邦自動車交通局の調べによると、2022年1月の時点で、30年以上経過した車が100万台を超え、そのうち 64.8 万台が H ナンバーを取得しているんだ。日本ではクラシックカーはもの珍しいけど、ドイツではきちんとした制度が設けられているから、そうでもないのかもしれないし、いつまでも大切に乗ろうという気持ちも持てるからいいわね。ちなみに古い車の部品が手に入らないってことはないの？例えば BMW はすでに生産終了となった車の部品でも、ある程度のニーズが生まれると、再生産されるんだ。そしてどの部品が在庫しているかを、すぐにチェックできる体制ができているのさ。しかも日本のディーラーからドイツのサーバーにアクセスし、在庫状況を把握できるようにもなっているんだぜ。ということは、古い BMW に乗っている人はドイツにいてもいなくても、いつでも欲しい部品を調達できる環境にあるのね。めちゃくちゃ最高の環境じゃない。ここまでで日本車と欧州車の違いを徹底的に比較してきたけど、車好きの皆さんはこの違いをどう思っているのか気にならないか。そうね。ぜひ知りたいわ。ネットにあった声の中には、欧州車はバリエーションが細かく選択肢があって、必要な装備や性能を組み合わせられることが良いです。ただ日本に導入される時には大幅に絞られてしまうことが残念。ドイツの羨ましいところは、縦置き FR がしっかりラインナップされているところ。欧州車に乗っていいなと思うのは、シートと足回り。日本は狭くてジグザグの城下町だらけだから、車もそれに対応するしかない。というものがあったぜ。マリサの解説を聞いた後だからこそ、皆が言っているコメントの意味がよくわかるし、日本車にはない魅力が欧州車にはたくさんあることもよくわかったわ。その逆もあるよな。だから冒頭で霊夢の友達が言ってた日本車はドイツ車に勝てないというのは、半分正解で半分間違いなんだ。私もそう思ったわ。エンジン、サスペンション、トランスミッションは、それぞれの国の道路事情に合わせてベストなセッティングがされているから、良し悪しがあるのは当然ね。また車作りの考え方の違いは、各国々の歴史的背景が関係していることも分かったな。これまでの歴史は変えられないけど、これからの歴史は変えることができるから、日本も欧州のように車に対する考え方が変わってくれるといいな。それじゃあ今回の動画はここまでだ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。